皆さんこんにちは。サップルです。今日は肌断食について少しゆるくお話をしたいなというふうに思っています。まずですね、よろしければお茶でも飲みながら、私も飲みながらやりたいと思うので、ゆっくり聞いていただければと思います。肌断食についてというところなんですけれども、私自身がこの1年ちょっとの間ゆるく肌断食をしていまして、それについての質問をよく友人などから受けるので、今回、せっかくなので動画にしてみたいというふうに思ってこのような動画を撮っています。肌断食ということは皆さん聞いたことありますでしょうか。食事の断食とかと似ていると思うんですけれども、肌にいわゆる基礎化粧品のようなものを、つけずに過ごすという形になります。あくまで今回お話しする内容は私の個人的な体験記なので、私専門家でも何でもないので、もしここに興味があるという方はご覧いただいて、実際、参考にしていただく程度で、ご実施される際は、ご自身の方でも、少しですね、調べていただいてから、ご自身の責任で進めていただけたらなというふうに思っています。今日はですね、肌断食をまずは始めた理由について、そして、ここにですね、iPad あるんですけど、見ながらやりたいと思うんですけど、私がやっている肌断食ってどういう内容かというところと、やってみてどうだったのかということ、そして、肌断食をやってみて感じたメリットやデメリットで、肌断食の成果みたいなところですかね、というところをちょっとお話ししていきたいなというふうに思っています。まず、肌断食を始めた理由というところなんですけれども、ちょうどですね、約1年ちょっと前に、私40代の今半ばなんですけれども、肌のシミとかシワがやっぱり気になってきていて、高い、デパコスというようなものを使っていたわけなんですよね。どんどんプレステージラインみたいなものを使っていくわけなんですが、思ったよりも効果を感じられないっていうことが増えてきて、限界を感じてきてたというところですかね。あとはケアにかかる時間っていうのもすごく増えてきて、ちょっと時間的にももったいないなみたいなことを感じるようなことが増えたというところが、一番最初のきっかけですかね。でもこのままだったら、これ以上の効果が得られないんだったら美容皮膚科とかにも行ってみようかなとかっていうふうに思ってたんですけれども、その時に肌断食に出会ったという形です。で、なぜ肌断食っていいかもしれないって思ったかというと、うちの母がですね、あまりお化粧に無頓着なタイプの人で、意外とお化粧をあんまりしてるのかなぐらいの生活をしてるような人なんですけど、今70ぐらいなんですが、すごく肌が綺麗なんですよね。なので、あれ化粧品ってどうなんだろうっていう、ちょっとうっすら疑問が湧いてるところがあって、一度だったら、食事の断食と一緒で肌断食をやってみてもいいんじゃないかなっていうふうに思ってスタートしたのがきっかけです。で、肌断食っていうのは、肌がもともと持っているバリア機能などを引き出すという美容法で、基本的には化粧水とか美容液とかクリームみたいなスキンケアとか、メイクもしないというのが基本的なやり方です。で、こういったやり方を一度取り組んでみて、もしこれで効果があまりないようだったら美容皮膚科とかに行ってもいいかなというふうに思ったというところですかね。で、まずですね、肌断食を始めようと思った時に、いろんな情報を、ネットであるとか YouTube とか見たんですけれども、その時にまず一つ目本を読んだんですね。それが、こちらにあるんですけれども、こちらの宇津木先生の
本ですね。はい、こちらの本は肌の悩みがすべて消えるたった一つの方法という本なんですけれども、こちらの本の中にはその肌断食の仕方、肌断食っていう書き方はされてないんですけれども、肌に関するトラブルっていうのは、化粧品を使うことによってスタートするよというようなことをこう書いてある書物っていう形になります。で、私結構この本を読んで結構衝撃的だったところがあって、私は今までこういい肌っていうのはどちらかというとこうしっとりしてる肌だと思ってたんですけど、宇津木先生のこの本を読んで初めて知ったんですけど、いい肌というのはサラサラしてるものだっていうことだったんですね。で、確かに歯って気づいたんですけど、赤ちゃんの肌ってサラサラしてますよね。本来の綺麗な肌ってサラサラしてるのかっていう、この何でしょう、びっくりっていうんですかね、驚きっていうのはすごくありました。そういったことが書いてあるので、よろしければご興味ある方はこういった専門家医の方が書かれた本を読んで始めることを私はお勧めしたいなっていうふうに思います。ちょっと喉乾いてきたのでお茶飲みます。じゃあ実際に私はどんな肌断食をしているのかっていうところをちょっとここからお話ししたいと思うんですけれども、と私がやっている肌断食というのは、いわゆる一般的な肌断食、先ほどの話にもあった基礎化粧品とかコスメっていうのを基本的に使わないというすごく厳密なものではなくて、基本的に基礎化粧品は一切使わずに、コスメは一定量使っているというところです。で、今日はどちらかというとその基礎化粧品を使わないでやる肌断食の部分に絞ってお話をしたいと思うんですけれども、もし今こういったものにご興味があるという声をいただきましたら、またちょっと後編の方で続編の方でお話をコスメの方のお話もしていきたいなというふうに思っています。やはりなぜじゃあコスメはある程度使っているのかというところなんですけれども、コスメはですね、シンプルに言うとお湯で落とせるものとか石鹸で落とせるものを使っています。いわゆるこうクレンジングを使わなくてもいいというものを使っているということですね。私も40半ば超えてますので、やっぱり何にも使わないでちょっとお外に出るっていうのは若干こう、って思うところもあって、お湯とか石鹸、実際に洗顔の時石鹸使うので、石鹸を使って落とすっていうことはある程度 OK なんじゃないかなっていうふうに思っていて、そこは使っているということですね。なのでどういう形でやっているかというと、基本的には朝起きて石鹸で洗顔をして軽いメイクをするということですね。そして夜は、石鹸で洗顔をしてサンホワイトというですね、白色ワセリンですね、これワセリンを使って、ケアして終わりという形です。こういうものですね、サンホワイト、はい、皆さんご存知ですかね、サンホワイトっていうのはやはりこう高純度なワセリンなんですけれども、ここに裏に書いてあるんですけども、サンホワイトは皮膚の乾燥を防ぎ保護します。皮膚にも優しく低刺激です。赤ちゃんの肌にもご使用できますということです。いわゆるこうワセリンでかつこう純度が高いものというふうに思っていただいたらいいかなというふうに思います。やはり冬の間とかはですね、肌を洗った後多少乾燥を感じる、突っ張りまでいかなくても乾燥を感じるっていうことはあると思うので、その時はこういったものを使って少しケアをするっていうのはなんかありかなっていうふうに思ってます。バセリンって塗りすぎるとすごいベタベタするんですけど、私が取り入れているのは本当に米粒大の、バセリンをですね、手に取って使うという形です。ちょっと見ていただきましょうか。はい、こんな形で、これチューブなんですけど、はい、これもちょっと多いぐらいかな。
ありますか？ちょっと透明なんで見えづらいんですよね。本当にこうこのぐらい、これをなんか全体に伸ばすぐらいですか。これでもちょっと多いぐらいだと思います。これをまあ手でこうくるくるくるってして、顔にこうパタパタパタってくっつけるぐらいで終わるという形ですね。はい、ちょっと手拭いてきますね。はい、まあ、それで基本的には終わりですよという感じです。はい、でじゃあ洗顔何使ってるのってちょっと気になる方もいらっしゃると思うんですけれども、洗顔はですね、後でちょっと画像を入れておこうと思うんですけれども、私が使っているのはシャボン玉石鹸さんの無添加フェイシャルソープというソープを使っています。こちらはあのポンプ式で泡で出るタイプになっているのですごく使いやすくて、かつ石鹸はですね、肌断食では純石鹸というものを勧められています。基本的にこういうなんかバータイプの固形のものを使うっていうのが多いと思うんですけど、私は結構手間がかかるので、どうせそれをこう泡立てるわけじゃないですか。なのですでに泡立っているものを、まあ、ポンプで出して洗うっていう風に使っています。なので私の朝のこう基礎化粧とか、まあ、化粧してないですけど基礎洗顔みたいなものと基礎ケア、お肌の基礎化粧品にあたるケアというのは基本的には石鹸での洗顔、または石鹸を使わない時もありますね、あの水での洗顔か、そして、まあ、朝であればメイク、そして夜であれば洗顔で落として、その後はこのサンホワイトを使うという形で終わりという形ですね。なんてお手軽なんでしょうというか、正味ですね。朝晩で数分ですよね。2、3分ぐらいで終わっちゃうっていう感じですかね。で、じゃあ実際にやってみてどうだったのっていうところをちょっとこの後ご紹介したいと思うんですけれども、今まで、まあ、この1年ちょっとですね、やってみて感じていることなんですけれども、お肌の状態はどうなったのかを結論から言うと、正直何も変わらなかったというのが今私の持っている、結論ですね。要は高級化粧品を使っていた時の肌と今の肌はほぼ変わりがないということです。ただ劇的に何か改善するかというと別に改善もしなかったんですけど、悪くは絶対になってないっていう感じですかね。なので、まあ、年相応の肌が何の問題もなく、いわゆる今度はトラブルはなかったですね。全くトラブルはなくて維持されているという形に感じています。で、それまでこうしっとりがいいと思ってたんで、すごい保湿ってものすごい保湿をしてたんですけど、そういったこともなくなって、サラッとしてる肌っていうのはやっぱり実現できてるなっていうふうにちょっと、まあ、思いますし、黒ずみみたいなものとかも本当になくなって、何でしょう、結構こうファンデーションとかもこう落としやすいものにしたりとか、化粧品みたいなのを使わなくなったからかもしれませんが、肌色は若干なんか明るくなったような気はします。なのでなんか劇的なシミがなくなるとかシワがなくなるとか、まあ、そういったことはあまりなかったんですけども、いい状態が維持されているというのと、もう少しこう明るみが増したと思います。喉乾いてきたのでちょっとお茶飲みます。はいね、なんか思ったよりなんだろう、あ、高いもの使っても使わなくてもなんか変わんなかったんだねみたいな、なんかちょっとびっくりみたいな感じはちょっとあったかなっていう感じですね。はい、じゃあここからは肌断食をやってみて感じたメリットを3つお話ししたいと思います。まず1つ目は時短になるということですね。
先ほど言ったように朝晩数分のみのケアで済むということです。これまで、私がやっていたのはプレ化粧水を使って、化粧水を使って美容液を使って乳液を使って、クリームを使ってこれにパックを使ってみたいなことをしていたわけなので、この部分はかなり時短になるなという感じですね。そして、2つ目、美容代が、激減するということです。美容代というか、化粧品代ですかねが、激減するかなというふうに思います。私の場合は基礎化粧品に関しておそらく、ライン使い化粧水から、最後のクリームみたいなものまで含めると、多分最低でも5、6万ぐらいのものを使っていたと思うので、それが数ヶ月に1回買っていると考えると、年間20万円ぐらいの節約にはなっているのかなというふうに思います。先ほど言ったようにサンホワイトしか使っていないので、サンホワイトって確か1000円ぐらいなんですよね。なのでだいたいあれで半年ぐらいは間違いなく持つので、そうするとすごくこう基礎化粧品代はとても少なくて済むということです。そして、3つ目コスメについてなんですが、自然派の化粧品にかなり詳しくなりました。科学的なものを使っていない化粧品だったりとか、オーガニックのものだったりとか、そういったものが結構気になるようになりまして、私の場合はデパートコスメよりもコスメキッチンさんとか、ネットを見たりとか、場合によってはアイハーブとか、ああいったものをよく見て購入するようになったかなというふうに思います。今まであまり見てこなかったジャンルだったので、とてもなんか面白いなと思って、それはそれで楽しく使わせていただいているかなと思います。はい、ここまでが3つのメリットになります。では、ここからは肌断食をやってみて感じたデメリットについてお話ししたいと思います。デメリットに関しては大きく2つあります。まず1つ目がデパコス系のこう基礎化粧品から得られるような、リラックスなどの時間っていうのはなくなっちゃったなという感じですかね。高級化粧品はやっぱりすごくいい香りがしたりとか、なんかお肌がしっとりしてこう潤う感じとか、やっぱそういったところから得られるリラックスっていうのはすごくあるんですよね。こういったものはさっぱりなくなりますんで、特に最初の方はこれで大丈夫なんだろうかみたいな不安は結構あったかなっていうふうに思います。そしてデメリットの2つ目、例えば一時的に肌を引き締めたりする化粧品とか、そういったものを使うことっていうのはできなくなるので、あとはしっとり肌とかを作るとかっていうこともちょっと難しいので、そういった急激な変化を求めるようなこう化粧品みたいなものは基本使わないっていうことになるので、何かこう一時的に肌を引き締めたりとか、しっとりさせるとかっていうことは基本的にはできないっていうふうに思っていただけるといいかなと思います。以前私が使っていたデパコスの内容のものだと、結構こう美容液とかをつけるとキュッとこう肌が上がったりとか、なんかそういうものも結構あったんですよね。それはそれでなんかすごくいいなと思ってたんですけれども、そういったことは基本的に機能として肌断食系のものには持っていないものになる。要は基礎化粧品使わないので、そこはちょっとできないかなっていうふうに思うので、仮にそうしたいんであれば、コラーゲンを飲むとか、何かそのサプリメント系で摂取するっていうことがいいんじゃないかなというふうに思ってます。私もどうしてもちょっと肌をより引き締めたいとか、何か写真を撮る前の日とかはちょっと高濃度のコラーゲンを飲んだりとか、何かこうやっているかなと思うので、そういう形で対応してもいいのかなというふうには思います。ですね、肌断食と石鹸オフの化粧品を使ってすごく気づいたことがあったので、それもちょっと一緒にシェアしたいなと
思います。肌断食を始めて少し経って、基本的にまあ石鹸とかお洋服の、コスメとかを使っているんですけれども、ある日ちょっと前使っていたそのデパコス系のものを使ってみようかなと思った日があったんですよね。でちょっとファンデーションのお粉だけ顔につけて、まあ、粉だったらいいかなと思ってつけてみたんですけれども、すごく肌が重いなって感じるようになったんですよね。もともとデパコスのものを使っていた時は、まあ、一切感じてなかったので、すごく肌が、まあ、敏感にはなっていて、化学物質みたいなものに反応しているようになってるんじゃないかなっていうふうには思いました。デパコス系のものには、高機能なものが多いので、まあ、そういったこう化学物質とかが多いからなのかちょっとわからないんですけれども、やっぱり天然系とか肌に優しい系の化粧品を使うと、このようにこう肌がですね、あ、呼吸してるとかっていうことがなんかわかるようになるなっていうのはなんかすごく感じるようになりました。あとですね、石鹸を拭く化粧品を使うと毛穴の汚れって結構ないなっていうふうに思っています。まあ、前は結構鼻の黒ずみとかに悩んでいたんですけれども、そのような悩みというのは全くなくなったので、石鹸を拭けるものというのは、まあ、落とすのも結構簡単で残りにくいんだろうなというふうに感じています。で、肌断食を続けるポイントなんですけれども、特に最初の方は肌の乾燥が気になるっていうことがあると思うんですよね。そういった時にあまりこう無理しなくてもいいんじゃないかなと思っていて、例えばたまには他のクリームとかを使ったり、まあ、あんまり刺激の強くないクリームとかを使いながら徐々に慣らしていったらいいんじゃないかなっていうふうに思いますし、例えば、まあ、少しこのね、サンホワイトを使って、まあ、少し多めに使うとかでもいいのかもしれませんし、こう例えばちょっと肌がピリピリするのに続けるとかっていうのはなんか無理しない方がいいかなっていうふうに思います。あとですね、先ほどこう肌が乾燥するって話をしたので、スタートするなら、暖かい時期からスタートされるといいんじゃないかなと思います。例えば春とか夏とか、比較的暖かい時期の方が、肌の突っ張りとか少ないと思います。汗とかね、かえって自分からも油分が出る時期だと思うので、そういう時期の方がおすすめなんじゃないかなというふうに思っています。で、最後に私が今後どうしようかなと、この肌断食ってどうしていこうかなと思ってるかっていうことについて、まあ、今後についてお話ししたいと思います。私は今回、肌断食をしてみて自分には合ってるなと思っているので、しばらく続けてみながら、もともとシミとかをどうしようかなっていうところからスタートしているので、シミは特に消えるっていうことはなかったので、ちょっとなんかシミの治療でもしてみようかなっていうふうに思っています。美容代だいぶかかってないっていうのもあるので、なんかそっちで肌のシミとかを取ってしまって、あとは肌断食を続けるっていう形でも全然なんか問題ないんじゃないかなとか、割に合っているような気がします。なので、引き続き少しずつケアをしながら肌断食はやっていこうかなというふうに今思っています。もし、40代の方とか、年に関係はないかもしれないんですけれども、今そのお肌のことで悩んでいる方とかで、この内容が少しでも参考になればなというふうに思いますし、私もこの肌断食を始めるって思った時にかなり YouTube を見たりしたので、今回の内容が少しでも皆さんのお役に立てたらとても嬉しいなというふうに思います。最初にもお話ししたんですけども、あくまでこれ私の体験談という形なので、もし皆さんがご興味を持たれたら、もう少しこう正しい知識、私の体験談だけではなくて、例えばそういった専門医の先ほどご紹介した宇津木先生の本を読まれるとか、他の情報を得るなどして、ご自身のご判断で進めていただけたらなとは思います。よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。